そうそう。この子美少女だぜ。けど年下か。龍二、嘘、これ同い年。お父さんの友達に似てる。真面目にやれ。少し休憩しましょうか。女子生徒だけでも何百人だもんね。集中力も切れるよ。なんかみんな同じ顔に見えてきた。見つけられんのかな。わかる。ん？この子、奥村春。奥村？美少女怪盗もこんなじゃなかった？特にこのゆるふわな髪。奥村だ。生体認証式のドアを難なく開けたこととも符合するわね。調べてみてもいいかも。でもなんでパレスにいたんだろう。なの、本人に吐かせりゃいいじゃん。今日はもう帰ってるかもしれないから、また明日にしましょう。私戸締まりしていくから。それじゃあ明日ね。じゃあやってみない？これ下ろしてもらえると。さすが男の子、ありがとう。2年でしょ？じゃあ私の方がお姉さんだ。どっかで会ったこと。自己紹介してないね。私、奥村春さんよね。奥村フーズ代表取締役社長、奥村邦和の一人娘。どうしてその父親のパレスにいたのか説明してもらえるかしら。そうか、やっぱりそうだったんだ。すごいな、一日でバレちゃった。あの世紀末な格好すごく似合ってたよ。その話はやめておきましょう。なんで怪盗に？お父様は経営者として評価されてるけど、私いろいろ疑問があって、実際大変なことになっちゃったし。だから自己満足かもしれないけど、私なりの償い。でもこんなの逃げかな。モルガナとはどこで？それは本当に偶然。会社のビルの前で寂しそうな猫を見つけたの。それがモルガナ？追いかけてったら異世界に入っちゃって。お父様の会社を私が変えることはできないけど、怪盗になればお父様を変えることはできると思って。私たち協力できないのかな。
何がしたいのかわからない人たちと協力なんてできないよ。今じゃ無駄に世の中を騒がせているだけだし、それに弱い者を助ける怪盗団は仲間を助けてあげないみたいだし。それは私はただお父様に罪を償ってほしい。それからそのきっかけをくれたモナちゃんのお手伝いをしたいだけなの。けれど目的は一緒でしょ。協力した方が。いいえ、モナちゃんと二人で行きます。なかなか痛いとこ疲れたね。何がしたいのかわからないか。協力を取り付けるのは無理そうね。どうするかみんなと相談しよう。モルガナもほっとけないし。ただいま戻りました。あいつらを追い払え。そうだ、最優先で頼む。ようやく政界への足がかりを得たというのにこれだ。何が回答だ。マスコミに何か聞かれたか。いえ何も。あの怪盗団がどうかしたんですか。怪盗団とやらの掲示板で私が1位になったそうだよ。報道のせいですか。成功者への妬みだよ。最大限の幸福のために犠牲を払う覚悟もない。そんな俗人どもの遠吠えだ。老いも若きもくだらぬ虚像に喜んで、この国に未来はないよ。いたらどうします。心を盗む怪盗が本当にいたら。まだ私を疑っているのか。いえ。そんなことより彼とはうまくいっているんだろうな。はい。ならいい。あれでも有力議員の息子さんだ。愛想よくしてやってくれ。いずれ今の我が社に、いや私にとって必要不可欠なコネクションになる男だ。精一杯努めます。自分にできることを精一杯。それでいい。それでこそ奥村の娘だよ。ありえねえ。答えてちょうだい。
これだ。グモナが来たら謝るんだからね。わーってるっつの。美少女怪盗にも注意しておかないと。ここで張り込みというわけだな。持久戦覚悟しとかないと。今日来ねえんじゃねえの。つか今何時。いや待て、やっぱお前らたるみ切ってる。私たちにご用？怪盗お願いチャンネルの依頼、あなたが叶えてない？コメントまで書いて、むやみに引き受けないでほしいの。たちまち足がつくぞ。そうなれば俺たちまでとばっちりだ。そんなこと、私のせいです。そんな、実はあまり機械には強くなくて、本当にごめんなさい。謝んのかよ。私たちのために言ってくれたのよ。お礼だって言わないと。そろそろ機嫌直してくれない？我が輩目当てだったわけか。やっぱり我が輩がいないとダメなのか。そうなのか。そうか。リュウジ、ごめんね。モルガナの気持ち考えてなかったよね。アンドの、皆さん、コードネームとかはよろしいの？リュウジもさ、本心じゃないんだよ。謝りたいんだって。まあ、俺も悪かった。つうかさ、別に人間じゃねえとか役に立たねえとかそんなの気にしねえって。デリカシーなさすぎ。アンのお膳立てがまさしく台無しだ。ああそうかよ。どうせ我が輩は役立たずだよ。そこまで言うならお前ら相当できんだろうな。我が輩のこと捕まえてみろ。美少女怪盗乗れ。できなかったら我が輩のことは諦めてもらうからな。行っちゃった。何時間待たされたと思ってやがんだ。上等だこら。ああもう趣旨変わってるじゃないの。よっしゃ。Thank you.
モルガナ、ちょっと話聞けよ。話すことなんてね。ねえ、そんなに意地張ることないでしょ。我が輩は男なんだ。はい、そうですかと頭下げられんか。あ、あれは何？あ？随分古典的な手に引っかかったな。あいつら、このままじゃキリがないぞ。どうする？エンジンの音聞こえないね。メメントスから出たのかな。こっちは足がない分簡単に逃がしてしまうわね。残念だけど今日はもう諦めましょう。くそ、モルガナの野郎。まあねえぜ、あいつら。本当にあれでよかったの？いいに決まってんだよ。こんなに探し回らせやがって。電話も通じないところで何をしていた？男と夜遊びか？そうなんだろう。夜遊びなんてそんな。楽しいこと僕にもしてくれよなあ。できないってのか？え？いた、ハル。てめえ、ハルから離れろ。かな。なんだこのクソ猫が。モラちゃん、クソ、これじゃ本当に役立たずじゃねえか。誰か、誰かいないのか。にゃーにゃーうっせんだよクソ猫。モルガナの野郎、今度会ったら承知しねえ。今、モナの声。ちょっとあれ、なんかヤバげじゃない？何してる？お騒がせして悪かったね。フィアンセとのただの痴話喧嘩だ。でも奥村さん嫌がってんじゃん。よくも恥をかかせてくれたな。これ奥村さんにも報告しとかないと。その顔覚えたぞ。大丈夫？私よりモナちゃんが。どうってことねえって。今の人本当に婚約者なの？婚約とかすげえ。ただの喧嘩って感じじゃなかったけど、親に相談した方がよくない？無駄だと思う。土下座してでも許してもらえって、そんな風に言われるだけ。事情がありそうだな。さっきまでのことは、その、謝る。だから、少し春を休ませてやってくれないか？足りめえだろ。お前んち、いいよな？すまん。寝てた。休めた？モナちゃん？とにかくさっき話した通りだ。役立たずの我が輩のためにこれ以上命かけてもらうわけにいかねえ。人間に戻れる確証だって本当はどこにもないんだ。
じゃ取引になんねえよ。我が輩たち別れた方がいいと思う。誰がお前のために回答を？俺は自分の見識を広げるためにやっている。そんな気休めやめてくれ。別れてもらうぜ。いいよな。嘘やめよ。異世界で倒れてるの見つけた時、モナちゃん言ってたでしょ。我が輩だって怪盗団の一員だって。強くなって認めてもらうんだって。ここが大好きなんだよね。そんなわけないだろ。私も自分に嘘ついてたけど、ペルソナと契約するとき分かったの。お父様がひどいことしてるからなんてただの建前だって。私本当は結婚したくないんでしょ。立場も責任もある大人の決めたことだから、きっと正しい。仕方がない。バカみたい。形のないものに縛られてずっと黙ったまま、結婚の相手まで。でももう我慢しない。私あの人無理。キモい。これが私の本音だよ。なんだよ急に。モナちゃんはどうしてずっと人間に戻りたいって言っていたの？それは初めは記憶を取り戻すまでの仮の住処ぐらいに思ってた。でも自分が何なのか、何のために生まれたかも一向に分からなくて。モルガナ、目的が欲しかった。怪盗団にいる目的が。復讐したい相手も助けたい奴もいない。そんな我が輩がここにいていい理由が。だから我が輩にとってここが、この怪盗団が。行っちゃえって。頑張れ。唯一の居場所だ。ずっとここにいたいんだ。すがすがしいほど素直だな。最初から言やいいんだったく。我が輩と組んだらどんな厄介事が降って湧くか分からんぞ。本当にいいんだな。いろいろ今さらでしょ。てか私たちも一緒にいたいに決まってんじゃん。ああ、その、なんだ、心配かけてごめんなさい。我が輩の居場所はここだ。もう決めたからな。諸話代分しっかり働いてやる。今さらキャンセルはなしだぞ。ギブアンドテイク、再契約だな。私たちって結局運命の出会いってやつなんじゃない？そうだ、出会い。お？うわっ、終電やべえ。俺もだ。続きはまたにしましょう。私うちに泊まってき、なしつけとく。また明日ね。我が輩寝る。疲れてんだ。にしても相変わらず神器臭いとこだぜ。
我が輩は。あのさ、なあ、どうなってんだよ。また違う女の子連れてきやがって。気にするだろ、保護者として。うちの猫拾って世話してくれたんだって。いえ、そんな大したことは。世話してやったのこっちだけどな。どうした、楽しそう。こんなに大勢でお食事なんて久しぶりだから。今日は遅くなんないうちに帰りなよ。親御さん心配してるだろうからさ。帰りたくなければいいんだぞ。ううん、ちゃんと帰る。お父様に警戒されたら改心させるのは難しくなるんでしょ。また連絡する。あ、連絡先いい？一人で大丈夫か？なんなら我が輩も一緒に。モナちゃんの居場所はここでしょ。まあまあな。彼の家に迎えていただくことになった。え？まだ正式に籍を入れるわけではないが、今の若者はそういうものだろう。誠意を見せてこい。できるな。私には自分が住む家さえ決めさせてもらえないのですね。帰りは遅いわ。挙句の果てに無断外泊まで。友達は選べと口を酸っぱくしてきたつもりだが。彼らはお父様の思うような。今は会社のことで手一杯なんだ。余計な手間をかけさせないでくれ。もしもし。ああ大丈夫だ。もしもし、相談したいことがあるの。みんなで集まれないかな。どうしたんだろうな。相談があるって一体。ひどい。フィアンセってあいつでしょ。襲われに行くようなもんだよ。さっきの春の話じゃ、やつの家に連れてかれるのが10月11日。そしたら期限は10月10日ってことだよな。しかし君の父を改心させれば確実に警察の世話になる。罪人の娘というレッテルが一生つきまとうんだぞ。今の暮らしだって変わってしまうかもしれない。他人の不幸で成り立つ幸せに甘んじたら私もお父様と同じになっちゃう。それに実は前にね、怪盗お願いチャンネルに書き込みしたことがあるの。ちょうど我が輩たちが次のターゲットでグダグダやってた頃だ。でも怪盗団は動いてくれなくて、その時だった。モナちゃんと会ったのは運命だと思った。その時から決心していたの。怪盗団がやらないなら私がって。廃人か、そして改心。全ての利害が一致したな。今度は協力してくれるよね。もちろん。私の方こそよろしくお願いします。こっから先は廃人化事件の犯人を相手にするかもってことだ。
メメントスの修行とは違うぞ。覚悟しろよ。いきなり説教かよ。甘い。春は頭白に毛が生えた程度なんだ。力には目覚めてるが、天で弱っちくてな。ペルソナも姿形がないとかってありさまだし。弱っちい？本当に？まあ変身はできるし、一応パレスでの活動には問題ないが、正直だいぶ足引っ張るかもしれん。ごめんなさい。私のために面倒をおかけします。いやさ、実は俺たち的にも社長さん狙うの都合いいんだわ。見ろよ、このまとめサイト。怪盗団に対するネガティブなコメントばかりね。明らかに悪党の名前が挙がっているのに、怪盗団はなぜ黙って見ているんだ。加熱が別次元。廃人化の剣を掴むのを忘れるなよ。ああ、もちろんセットでいただくぜ。10月、10日だったな。それまでに奥村を改心させるぞ。許せないね。よっ。してないか。マジかよ。さてと。それが、チッ。
じっくり見ろ。それにすんのやめんのか。あ、そう気に入ったか。それにすんのか。じっくり見ろ。よし、どれにすんだ。あ、壊すんじゃねえぞ。それにすんのかやめんのか。あ、どうだ。それにすんのか。チッ、じっくり見ろ。あ、気に入ったか。それにすんのやめんのか。あ、どうだ。そうか。おう、また来い。